ありますね。このようになると、やっぱり栄養バスタイルは肥やし用に保管してあります。肥やし。この頃地方の食材を生かしてやっていこうということが全国的に高まってきてるんですけれども、ここまで徹底したところないんじゃないかと思いますね。でそういう意味で田島さんはここまでできるんだよという一つの美しい模範を作ったと思います。実際食べて美味しい卵はちょっと普通の卵と全く違います。で今日のそのプロセスを見せてもらって、餌をどんな風にできている、そして1日2日に外へ出さして自由に歩けるとかですね、外気を吸うような、つまりある意味で自然な、暮らしができる生活なんだから、ああいう素晴らしい、卵ができると思うんですね。やっぱり思いを込めて作ってくれてるから、やっぱりここの料理は違います。まずここがすごいなと思うのは、一種の哲学があるからですね。思いがあって、この一つ一つのこの木に関して大工仕事も食べ物も見晴らしの感覚も何もかも、これを作った田島さんの一種の深い哲学が入ってるものだと思ってますね。